村上ファンドでも世にあるのはうちの親父のおかげなんだけどね。あ、そうなんですか。うん。うん、一番最初にね。そうそう、ね、まあ、ファンドそのものに出資したのもあるんだけれども、それはね、俺とお袋でファンドに出したんだけど、40、最初40億ぐらいの箱だったんだけど、その時、うちの親父が買収を進めてた会社の、当時はね、同調的買収が、違法じゃなかったから、うちの大王製紙の名前だけで買収すると目立っちゃうんで、そっちで裏で買い集めてくれって言って、それで買収した結果、それを引き取ったんで、多分ね、推測だけど、それでね、彼個人の金50億ぐらい作ったんだよ。で、本人も言ってたもん、ずっと、僕は本当にね、お父上と本坂さんのおかげでね、元銭作りましたから、つってね。ご恩がありますっていつも言ってる。言ってるよね。まあ、口だけだけどね。だって、さっき言おうとしたんだけどさ、いや、金だけはありますって俺聞いてさ、うん、ハートはないけどな、つってね。金だけはあるんじゃなくて、金しかないんだよ。でも、本当金しかないんですよ、あの人。すごいですよ。もう気持ちよいぐらい金しかないですよ。本当にひどい。